はい、どうも、ウェポンです。今日もね、ブログの動画やっていこうと思うんですけれども、昨日ですね、iPhone、今これ iPhone5 で撮ってるんですけれども、こちらですね、5S に変えましたよっていう動画を今撮ろうと思って、いつも撮ってる一眼レフでね、こいつで撮ろうと思ったんですけれども、やってしまいました。多分昨日か一昨日ぐらいに倒しちゃったんですよね、この三脚とビデオ、三脚ごとバーンって倒しちゃって、レンズがいかれたっぽいですね。ちょっとこれだとお手入れの動画とか撮れないんで、レンズ新しいの買うまではですね、iPhone6S でですね、撮ることになると思います。それだけうるさい。って感じでね、レンズを認識できません、正しく装着してくださいって出ちゃうんですよね。やっちまった。 iPhone6S に変えましたっていう動画をね、ブログで上げようと思って電源つけたらね、こんな状態になってたんで、ちょっとテンションが テンション、テン、テンション、テンションをしまう、テンション、いやー、まさか壊れてるとは思いませんでしたよ。そういうことで、しばらくちょっとの間ですね、ブログ動画だけ、こうやって iPhone で撮るブログ動画だけになってしまうかもしれませんけれども、早くレンズ買い替えてお手入れ動画やっていきたいと思います。では。